1試合目は県新人戦優勝の長崎日大と、今大会3試合で11得点と攻撃力が売りの創成館が対戦。降り続く雨でピッチの状態が悪く、両チームともボールのコントロールに苦戦し、前半は互いに点が取れないまま折り返します。放送車で結構各県雨が多かったですから、で各県のチャンピオン、こういうチームところ勝ち上がってたからチャンピオンになってるで、強いところ勝ったよ。シュートがない、シュート全然ない、ミドルシュート打てよ、自分が行くぞっていう気持ち見せてやんない。後半ディフェンダーの裏へのパスに反応した創成館の溝口選手が先制ゴールを決めます。追いつきたい長崎日大は後半終了間際、コーナーキックを中川選手が押し込み、勝負は TK 戦へ。両チーム2人目まで成功し、迎えた創成館の3人目。対する長崎日大は5人全員が決め、決勝に駒を進めました。先制されちゃって苦しい状態でも、やっぱ自分たちの強みであるなんか、しっかり一致団結して PK で勝てたんで良かったと思います。チャレンジャーとして全国出るように頑張っていきたいと思います。第2試合は前回覇者の創価大附属を破って勢いに乗る国見と海星が対戦。こちらも1対1のまま70分で決着がつかず、 PK 戦の末に国見が接戦を制しました。決勝は明日午後1時から諫早市のトランスコスモススタジアムで行われます。